校から一緒の友達がお家に遊びに来てくれることになったので、クレープ作るんですけど、普通に作ってもあんまないので、レシピとか材料を見らずに買って作っていこう。もう本当に小麦粉からいくか、いいよな、か、あ、そのあれホットケーキミックスでいくか、どっと。え、でも前作った時は、うん、なんか小麦粉でいけた気がする。じゃあ小麦粉と、うん、あ、でも米粉、あ、米粉良くない？ちょっと、あの、気使ってみらん。はあ、とりあえず買ってきまーす。よし。わぁ、美味しそうな匂い。お腹が空いたので、お惣菜を買ってきました。え、硬いかも。箸折りそうやつか。でもメンチカツって切れ物じゃないの？ボールを持ってくるわ。うん、混ぜ混ぜってさ、混ぜ混ぜ器、え、めんどくない？めんどい、洗うの全然いける。まとまずきの方がいいよね。うん、よし。あ、そう、小麦粉と米粉を買ってきたんですよ。目分量でいきたいと思います。才能を試される。え、どんぐらいいるやろうね。クレープ何枚で何グラムなの？そう、何入れると、どんぐらい入れる予定？一回入れるね、適当に。冷蔵庫の中で、うん、え、冷蔵庫の中で、冷蔵庫の中で閉めようと思ったの、うん、こんぐらい。おバカチン、見てた？見てないよね。ねえ見てないよね。え、見てたよ。絶対休みしとった。いや、じゃあもうちょっと入れ、もうちょっと入れよ。わかりました。じゃあ、あれ言われたいと思いますが、はい、割るとこ取りますね。はい、で、片手はダメ、やめとこう。おから入った、から入った時の対処方法を知ってるよ。やって水に手を濡らすと。え、これなんか燃え気がしてきたよ。粉がどっちがいい？入れる、あ、うん、混ぜる、入れるか。全責任を包丁に最低。いくよ。全然足りない。バナナとかを切っちゃおうかな。バナナとかをこれで切っちゃおうかな。いいじゃん。え、これできる？自分で言ったやん。伸びた。高すぎて、もうどうやっと思う。ローぐらいじゃない？ローどうぞ。うわ、これどんぐらいやるやろ。四角？うん、もうこれいっぱい。あ、これにする。もうちょっとじゃない？もうちょっと大きくてもいいじゃない？蓋閉めってさ、もう裏返さんでいいようにする。隠蔽して。これ大事。ワンツーどっこい。ワンツーぐっちょこい。オッケー。いっちゃない。ちょっと一回閉めよう。クレープで閉めると思うよ。大丈夫かな？いっちゃないとこれ。え、まだえ？え、良さそうやけどちぎれそう。あ、ちぎれる？ちぎらんで。ちぎらんで欲しいな。わかりました。ちぎらんで。暑いな。いや、暑いよね。私がやろうか。大丈夫。ちょっと待って。もう一個なんかさ、走る橋。あ、いるかも。ああ！行く行く。共同作業や。行ける。え、でも一人で食べないじゃない？これ右手と左手間違えたんだけど。ワンツー。ああ！なんか卵焼きみたいな。クレープってこんな色っけ？でもこんな色じゃない？こんな色だけど、いや、全然クレープじゃない。香ばしい。くれぐれぐれの方が。わかりました。はい、どんどん焼いていきます。はい、じゃあトッピングをこっちゃんにしていただこうと思います。はい、もうこっちゃん次第。こんな感じ？あ、いっちゃない？知らんけどね。自分のなんで。あ、いいや。大丈夫。あ、手綺麗にあったからね。机は綺麗？綺麗。綺麗よ。これどんぐらい持ったのする？え、持ったのせたら。こんぐらい？これで、あれはビスケットいる？とりあえず？うん、とりあえずこの感じでいいよね。あの、チョコレートはこの方嫌いなので入れておりません。はい。完成。完璧。美味しくない？
でも口は無味。うん。無味か。うん。無味。無味。うん。あまりの牛乳を飲んでるやつがいます。笑ってます。さっきカメラ外で、あ、うめって言ってました。鼻から出る？なになに？あ、笑わそうだって？めっちゃ笑ってるやん。あのはい、じゃあ次はしょっぱい系。じゃあさ、こっちあっち焼けてなくない？なんか斜めってるよね。え、豚吸ってなんない？お好み程度で。お好み程度で。クレープ食べるときいつも何食べる？バナナ、いちご。バナナいちご？なんていうの？バナナいちご？いちごバナナ。そんなのあるっけ？え、だからモリモリよ、モリモリ。何それ？じゃあはい、開けてください。じゃじゃん。わーい。ハム、チーズ、レタス、クレープです。いただきます。毛がついてた。焦げたところも美味しそうだよ、うん、なんか見られると恥ずかしい。あっか、え、あっかっぽく、うん、美味しい、うん、え、美味しくない？うん、あ、そうや。何？これお題を振りますね。予告せに。あら、すごい。コンテナセルフやん、自分で言ってた。はい、冬休みは何をしていましたか？冬休みは韓国に4泊5日。え、あ、ふわふわ。え、冬休みってこの前よ。そうだよ。あ、学校始まってたわ。そうよ。え、学校の時やったよ。え、それまだ冬休み前。そうよ。そうよ。なんで知ったの？言ったわけじゃないのに。じゃあお正月は何を食べましたか？うん、一番美味しいものは。おせちかな。なんかさ、おせちの具材に、うん、なんか一つ一つ願いが込められてるって知ってる？うん、知ってると、うん、この前知ってんけど。へぼ。急に悪口言われた。え、おせちの何が好きだったの？一番。豆。黒豆、うん、え、黒豆って何の意味？なんか頭が良くなるか、うん、長生きしますか。どっちと思う？頭って魚じゃね？違うっけ？全然違ったよ。豆に暮らせますように。結構食べたくね？なんかそれ以上食べた気する。だってなんか生地が。え、これは成功？え、成功じゃないですか。美味しかったよね。美味しかったよ。成功です。ということで、終わりたいと思います。バイバーイ。